新生コルはバイブカ派と組み合わせれば一ヤビを全員無限にばらまける最強機関が完成するんじゃねえか説ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、こちらのコルワなんですけれど、水着コルワね、こちらもアップデートされたんでちょっと触っていきたいなっていうふうに思うんだけど、俺はね思った。奥義効果が味方に付与されてるコルワの特殊効果が3ターン延長されるんですよ。3ターン延長されるっていうことは3ターンに1回奥義を打っちゃいんだよね。つまりバイブカ派で2アビを打ってしまえばトリプルアタック確定じゃないですか。ワンキャラクターコルワをトリプルアタック確定にしてしまえば、トリプルアタックで、奥義ゲージが 37%37%37% って増えて 100% になるんだよね。37奥義っていうのもあるし、さらに第2スキルでターン進行時攻撃行動2回っていうのもあるから、コルワはね永久期間攻撃バフの永久期間やみたいな感じになるんじゃねえかなっていうような感じで、ちょっと今回はそれをトライアルで試して火力とかもいろいろ見ていきたいなというふうに思います。武器はこんな感じ、召喚石こんな感じです。はい、とりあえず今回はね実際に回せるかどうかと、あとちょっと火力的にどんな感じになるのかを見ていきたいっていうような感じですね。それじゃあ、実際に見てみましょう。いってみます、レッツゴー。はい、じゃあ今回はデバフなしでいきましょうか。主人公奥義、これでトリプルアタックが確定状態になると。トリプルアタック確定状態からの自分に1アビをかける。 OK、 火力的にこのどんぐらいのダメが出るか。200万27万26万33万、だいたい 1.3 倍ぐらいになりそうな感じですね。トリプルアタックが確定してるから、ここでもうもう一回打っちゃおっか。これで2人目。でもこれこうやって考えたらもうね、普通にばらまきえぐくない？ここでフィル6になるでしょ。フィル6になってるんだったらここでコルワに2アビ自分に使うでしょ。自分に使ったらこれでさ、37で 74% なるでしょ。奥義ゲージがん ?90? これ奥義ゲージ上昇量アップみたいなのついてる？多分ついてるな。でこれで3人目、バイブの歯に攻撃バフを。あれこれ強くないか普通に。マジでドライアドウィング、ちょっと火力見てみよう。通常攻撃が30万ぐらいと、バフなしのランスロットが30万ぐらい。じゃあ今フィルバフがついた主人公とバイブの歯の火力を楽しみに見させていただきましょうか。あ、ちなみにコルワの回転を上げるために2アビを使います。いきます。40 36。あーでも意外と控えめだね。あの攻撃力アップは、風属性攻撃アップはちょっと控えめ感、どうなんだろう、かぶってるかな。そして最後にもうここでランスロット2さえ使ってしまえばもうフィルはただ余りよ。こうなってくるともうフィルはただ余りなので、コルワの、HP が減った時に渾身維持したいなって思った時にもうコルワの3アビを使うだけでどうにかなっちゃいそうと。ターンは9、もう10ターン目以内にこの状況、味方全体にこのバフをモルルルジョルルルルができるっていうことですよな。そう考えると熱い説あるな。これもうバフ見てください、残り5ターンでしょ。絶対切れないじゃんこれ。自分に2アビをちょいちょい使ってさえあげれば、もう絶対にバフは切れないという保証がある。ほう。これ良くない？どう？ねえ。ちょっとターンごとダメージもここから見てみよう。ここのターンごとダメージ。1000万でしょ？デバフかけちゃうよ。ここから。ここからさらにデバフをかけてしまう。したらもうこれ、とんでもねえダメ出るんじゃないですか。75、64、60。もうデバフかけてない時に40出てたってことは700万。おおおおおおお、いいっすねアイデア効果によって他のキャラクターの奥義ダメージも上がりやすくなってるっていうような設定になってるから、もう1アビを使い終わったらもうあとは他3人の高い攻撃力を。330万か、330万
まあ、もう1キャラ、今回ランスロットがすごい自由枠になってるから、それをシエテにしたら320万でしょ。だってシエテなしで320万ってことは奥義350は出るんだよな。ってなると熱いよな。特にいいのは芝使用時だよな。だからニオとかやっぱ相性いいかもね。最後の1枠ニオ、バイブカ、ハ、コルワで、最後のニオ、ニオ芝法、ここはもうフィルバフによってね、フィルバフによりそれが火力的にモリモリなわけですわ。まあなんかめちゃくちゃ強いわけでもねえな。めちゃくちゃ強いってわけでもねえけど、まあ初心者にとっては風攻撃アップ、独自枠の風攻撃アップを負けるから、まあ悪くねえ感じの性能にはなってるね。 HP 回復もまあ今の状態だったらもう10回使えるからさ、まあ、あと好きな風に好きな風にやっちゃってみたいなところで、まあコルワがちょっと HP 的に厳しいんじゃないのって思うかもしれないんだけど、この3アビの HP 回復ってあれなんだよね、この HP 回復1500なんだよね。だからフィルが10溜まってたらもう1万5000回復できるわけ。そういう風に考えるとなんかもう安定はしてるんじゃないかなっていうような感じしますね、うん、なんでありな気はしてるという感じで、いかがでしたでしょうか。一アビを無限回し編成する水着コルワ、なかなかもう1キャラはちょっと難しいけど、まあ、バイブカハコルワっていうのもまたタクだよな。この1枠をもう一つなんかこう練ったら、連撃アップがあるからな、連撃アップがえぐいから、ちょっとそこら辺で純粋に火力高いキャラクターとか入れられるといいっすけどね。アンチラとかなんのかな、サンガビとか、アンチラサンガビとかで弱体成功とかも持っていくとか。そうですね、あー熱はいいんじゃない。熱ってさ、トリプルアタックすると高止め付与するじゃん。で俺ちょっと前にバイブカハのニアビでトリプルアタック確定してたけど、コルワはトリプルアタック確定にして、で熱はルピリはコルワの1アビで、トリプルアタックをちょっと出してねっていう風にお祈りするっていうムーブも全然あるんじゃないかなみたいな感じで、意外と風の無課金編成、無課金じゃねえや、ごめん全然無課金じゃねえんだけど、なんかこう風のリミテッドキャラとか、まあ季節限定はいるんだけど、自分の言った瞬間の言葉、吐いた唾を一瞬で飲み込んでいく、ペロ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 、吐いた唾ペロ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 みたいな言葉喋ってるけど、まあなかなかこういう風にガチャで運がよく出てたら、まあアリナ編成とかも組めるんじゃねえのっていうことで、今回の編成の紹介でした。バイブカハとコルワ合わせれば一アビ無限ばらまき編成、参考になれば幸いです。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。